ミューザ川崎シンフォニーホールは、神奈川県川崎市幸区の JR 川崎駅、西口駅前に所在する、コンサートホール。オフィス棟、ミューザ川崎セントラルタワー、ショッピングゾーンなどが建設された、再開発地区、ミューザ川崎の一部である。ミューザ川崎シンフォニーホールへの通路ホール入り口は、階段を上がった左。 ミューザ・川崎シンフォニー・ホールともの会が発足し、チケット購入や、周辺施設利用での特典が受けられるようになっている。川崎市民や専属学園音楽大学など市内の音楽団体にも開放されている。川崎市の新たな文化的シンボルとしての期待は大きいが、230億円の建設費の償還や、川崎市市民ミュージアムで問題になっている。 再産性の確保には疑問の声もあった。しかし、平成19年度時点で年間入場者数は約20万人に達し、音楽ホールの日数利用率は99%と高い水準にある。カイエンベルには川崎市と友好都市提携を結んでいるオーストリアザルツブルク州から送られたザルツブルク大聖堂の鐘の音が用いられている。 音楽ホールの音響の良さは折り紙付きで、海外の大物音楽家は来日の度にその豊かで、癖のない、柔らかな残響を絶賛している。開館初年度にベルリンフィルハーモニー管弦楽団と来日し、その後も再来日している指揮者、サイモン・ラトルは、公演直後に、まさに音の宝石箱、世界屈指の音響を誇る、名ホール。 このような素晴らしい会場を持つあなた方は大変幸せです。このホールの響きは素晴らしく、ベルリンに持って帰りたいとホールの感想を述べている。ミューザをフランチャイズとしている東京交響楽団音楽監督、ユベールス・ダーンも、海外のアーティストたちは日本に来た時に必ず、このホールが自分の国にあったらいいのにと言いますよと語っている。内部の独特な形状に、 聴衆の賛否両論はあるものの、座席位置による音響にさほど違いがなく、ホールの溶席に対して、客席と舞台の距離が、大変短いこと、左右非対称の壁面が特殊な反響版として、機能していることが、そのような音響を生むゆえんとなっている。2011年3月11日、同ホールは、東日本大震災及びその余震のため、天井の仕上げ材の大部分が、 客席に放落する被害を受けた。負傷者はなかったが、その後は復旧工事のため、2013年3月31日までの約2年間にわたり閉館された。この間、予定されていた祭事は中止あるいは延期の上、代替会場にて行われた。復旧工事に要した費用は約18億7000万円。同時に、この改修で、震度7程度の揺れでも、 天井の落下を防ぐ補強が行われた。音響効果も震災前と同じ状態に復元された。この被害については、川崎市の調査委員会が工事に問題があったとする、報告書をまとめ、市は設計、施行を行った業者に対し復旧に要した費用を損害賠償請求した。しかし業者がこれに応じないことから、2013年8月9日に、川崎市は、 横浜地方裁判所に訴訟を提起した。ありがとうございます。